疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。今日は職人ってね、結構なんか儲かるみたいな話がよくあったの。華やかなイメージあるじゃないですか。なんかもう派手でお酒もいっぱい飲んで、キャバクラ行ってわーみたいな。でも結構そんな甘いもんじゃないですよね。そんなことはないですよね。お金は結構後からついてくるじゃないですか。独立したら、この間もちょっと話したと100万ぐらい全然いきますよね。頑張って100万ぐらい余裕ですか。まあ頑張れば。うわ、持ってんな本田さん。さすがだな。頑張りましょう。ごちそうさまです。いただきます。今日はいただきます。はい。で、ちょっとね、お金が結構稼げてね、華やかな世界ってイメージがあるんですけど、今日ね、本田さんがすごいね、昔あった事件みたいなことをちょっと語ってくれるんで、これ建築、塗装の職人とか職人の闇じゃなくても建築業界の闇ですよね、これ。ちょっと大手のね、こととかもちょっと P が入るんで話せないか部分もあるんですけど、ちょっと話していきたいと思います。あれですよね、事故の話、本当にね、職人って命かけて現場で出てるんですけど、事故したらもうおしまいですよね。はい、おしまいです。で、本田さん実際落下事故、足場からの落下事故が起きたんですよね。はい、それ何年前ぐらいですか。10年ぐらい前ですか、ね、10年前ぐらいだと本田さんが15歳ぐらいですか。はい、ですよね、今年で25歳ですよね。ですよね。ごちそうさまです。はい、10年ぐらい前、はい、で、どんな現場だったんですか。釣り橋は、はい、足場とかも一緒にやってたんで、はい、で釣り橋もやって、はい、そこの板が落ちたんですよ。はいはいはい。ちなみに釣り足場っていうのはってことは橋桁とか。そうです。結構高層になってきて、はい、足場が組めないから、その橋とかから直接チェーンを落として、そこに単管を配るんですよね、鉄パイプを、はい、でこの鉄パイプをこうやって配ってって、ここに橋があります、釣ってます、単管転がってます、でここにそのチェーンで繋いだ単管に板を置いていくだけなんですよね、はい、でその縛るんですけど、そのピッチが1800ピッチってことは 1.8 の間隔で、鉄パイプがこうやって通ってるんですよ。ここの1本1本の間が1800、結構な幅がありますよね、はい、でも板がこうやって隙間なく引いたんですか。一応そうですね。はいはいはい。で結構そういう現場って高層になるんですよね。そうです。ちなみに高さどれぐらいなんですか。10m ぐらいですかね。10m、はい、10mの高さで塗装作業してて、はい、塗装じゃない、一応解体で最後。はい。ああそうなんですか。はい、でその釣り足場の解体をしてたってことですか。はい、あすごいですねそれ。でそれで落下事故が起きた。うどうやって起きたんですか。普通に外しとったら、はい、そこの板がバキッと半分に折れて、はい、はい、道板が、はい、道板ってその鉄パイプの上に転がってる乗せてる板なんですけど、それは金属じゃないですか。今金属多いじゃないですか。木の板ですね。木の板、中にこれ入ってるんですか。入ってますね。金属で補強したら中に埋め込んである、はい、それでも折れるんですか。折れます。普通の体重でも、はい、その10メーターの高さからバキンと折れて下まで落下、はい、一番下まで。一番下まで。ちなみに下川なんですよね。川で横がちょうど乗り面で、はい、そこに落ちたんです。ああ、水面じゃなくて、深いとこじゃなくて、こういう斜面になってるところでちょっと水が少しある、1メーターぐらい行きましたね、さっきに落ちて。コンクリートのところ。コンクリート。走馬灯とかやっぱ見えるんですか。ああ、見え、まだそんなにはあれだったんですけど。もう意識はあるんですか。あります。落ちるとき、はい、あ、やばいわ、死ぬわ。スローモーションにはなるんですか、やっぱ。なんか高さが高さだもんね、一瞬だったもんね、そういうふうにやったの。10メーターでだって高いですよね、めちゃくちゃ。だって3階建てよりちょっとあるぐらいですか。3階建てぐらいですか、10メーターだと。そうですね。もう3階建てぐらいか、23。だいたい1階が3メーターぐらいですか。3メーターぐらい。サブ6級、3階建てよりちょっと高いぐらい。3階建てのに10番ぐらい手すりぐらいですかね。あそこからもう落下してるぐらい。でヒューッと落ちて。怖っ。で、大怪我になったんですか。そうですね。腰のひびが入って。ひび。ちなみにその、なんていうんですか、やっぱ事故って起きるじゃないですか。なんて言うんでしょう、結構大きいところの仕事だったんですか。そうですね。会社が、はい、母体が、はい、どういうとこですか。ちなみに P 入れるんでですね。あー、みんな知ってるっすねそれ。みんな言う、家庭にもちょっとあれつながりがある。でそこの何時受けぐらいだったんですか。3時ですか。3時ですね。3時受けで1個その P
ピーという会社があって、その下にピーっていう会社があって、そこの下が塗装屋さんの下ですか、はい、4時ですか、1,2,3 時か、3時か4時か分からない。本田さんの会社の上が塗装会社。そうです。まあちょっと大きい塗装会社ですよね、はい、多分いろんなゼネコン関係とかやってる塗装会社でも、そういう大きい現場で事故が起きました。でちなみに落下して怪我はひび、はい、でもすぐ入院ですよね。そうです。救急車、いやその時は乗用車に乗せてもらいましたけど。乗用車、はい、あもう緊急だったもん、でもすぐ、はい、グッて抱えられてめちゃくちゃ痛いですよね。痛いけどもうなんとか歩いて鉄人じゃないですか。やばいですね。後遺症とかあるんですか。あその時はなかったですけど、多分ちょっと頭がもっと良くなったみたいな。あ頭そうかもしれないすいません。なんか手術したんですか。じゃあ専門で何もしないですね。あ本当ですか。はあ、まあ、結構でも日比谷と 大事故じゃないですか。はい、でこっからちょっと本題に入っていくんですけど、労災、労災ってみんな結構よく聞くじゃないですか、はい、建設現場の職人さんとか、作業員を守る保険で労災保険っていうのがあると思うんですけど、はい、それって結構なんかみんな当たり前のように使えると思ってるじゃないですか。そうですね。実際はどうなんですか。いやその時はもう使わなかったですね。使わなかった。選択肢はあったんですか。 ありましたけど、はい、まあ、労災使いたいという声は一応上げたんですか。だけど、はい、上からだもんで、はい、ダメだって、はい、労災を使うな。そんな大怪我をしててもやっぱ労災使えない。労災ちなみに使うとどうなっちゃうんですか。まあ、仕事もちょっと止まったりするので。あ現場自体がストップ、はい、であとは警察が来たりとか、はい、労働基準局っていう僕らというか職人側サイトとかがなんていうんですか、適正なことを適正な行為をしてなんていうんですか、指摘されるんですよね。この行為があったからダメだよ、はい、だったらもうそういうふうになってくると業務停止命令って言って営業できなくなったりするんですよね、はい、会社自体が。で結構それ大きい会社じゃないですか、さっき聞いてた、ね、元請けさん。じゃあもう元請けさんの耳まで入ってるんですか、そのこういう事故があって、はい、でももう上からほぼ労災使うなみたいな。そうです。もうその労災使いたいって言ったんですか。はぁ、はあ、労災が使えなくて、これが闇、これが闇ポップに言ってるけどこれが闇マジっすか、はい、でちなみに入院するじゃないですか、はい、お金の問題があるじゃないですか、やっぱ職人で働いてなんぼなんで。はい、そうです。その入院費はどうなったんですか。入院費は、はい、上の会社からと、はい、僕の勤めとった親方からと、はい、あ 元自分らの元請けさんと、はい、あと自分の会社 、はい、から入院費は半々ぐらいで出してもらって、はい、10日間ぐらい入院しててその分の給料ないじゃないですか。はい、それはやっぱ元請けさんというかその自分のところの親分がやっぱ出してくれるんですか。はい、その給料。そうですね。じゃあもう1ヶ月分の給料出たんですか、バルト。いや出てないです。手取りでどれぐらいだったんですか。15万ぐらいですね。15万ぐらい、はい、でも入院してて、はい、でもその働いてないってことはその次の給料も安いじゃないですか。そうですね。ってことはもうどうやって食っていくの状態ですよね。そうです。ちなみにそれ労災が使えた場合は給料の保証は全部出るんですか。はい、給料の保証とあと治療費、入院費、はい、全部出るんですか。はい、なのに使わせてもらえない、はい、これは闇だな本当に。これが闇、これが闇いや本当にねこれかわいそうですよね職人さんが。そうなっちゃうもんで。ですよね。結構なんか労災って問題にはなるんですけど、やっぱりその事故を起こした子はまあそのやろうと思って事故してないじゃないですか、はい、本人はもう自分のミスもあったかもしれないし、うん、手抜いとったりしたらあかんすよ。そうやって板が折れるなんて不可抗力じゃないですか、うん、まあ、でもこうやって言うとなんかプロは道具の手入れはプロの仕事だろうみたいな来ちゃうと思うんですけど、分からんじゃないですか実際。そうです。はんはん、その完璧な人なんていないんで、なんで事故とか普通に起きますもんね、はい、ただそれが大きいかちっちゃいかの問題で、はい、たまたまその板が落ちたのが1メーターだったらいいですけど10メーターから落ちて、それ死亡事故になりかねないし、はい、もう後遺症で半身不随とかなりかねえんですよね、はい、なのに労災すら使わせてもらえない、現場がストップしちゃうから、はい、基本的に使えるのも死亡事故とかですか。そうです。死亡事故とか起きたらもう隠し通せないから使うってことですか。そうです。半身不随とか重度障害が出た場合は会社がもう労基に隠しきれないからもう使うしかないって感じで半分使ってるのが実情、はい、そうです。これはね、なんとかしてほしいですよね。それが闇。
闇だって自分がもし不慮の事故で怪我して、怪我ならまだいいですけど、もう半身働けない状態なんで、ね、そんな風にゴタ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 言われたらもうたまらんすもんね。そうですね、本当に。ましてや自分の部下とかが、本田さんの部下とかが、あの、なんていうんですか、事故を起こしちゃったらもう路線使いたいと思いますもんね。でもやっぱ、そのやっぱあるんですよ、その大手のなんか余分に、ね、あの業務停止が来ちゃうとか、あの現場がストップしちゃって工期が伸びてその分お金がかかっちゃうとか、どっかの業者が入れなくなっちゃっていろんな金があるですもんね。でもでもやっぱもう未消すっていうのがやっぱあるみたいで、これちょっと歌いましょうか。訴えます、それ反対、訴えますよなんでまあちょっと建設業界の闇の話でした。まあ本当にね、一番いいのはもう怪我や事故がないのが一番いいんで、そうです、はい、ただまあ不慮の事故に巻き込まれた時、あの守ってくれる親方かどうか、親方が一言あのもう労災使えよって、もう使うまでごねるって言ってくれる人と巡り合った方がいいし、そういう人についてた方がいいんじゃないでしょうか。はい、この辺でいいですか。はい、そうですね、チャンネル登録といいねお願いします。お願いします、お願いします。また見てね、また見てね。完璧です